上智子君日本共産党の上智子でございます日米貿易協定は tpp から離脱したアメリカのために安倍政権が tpp 以上におもてなしをする協定で日本の農業から言えばこれ食料試権、そして日本の経済試権をも脅かす屈辱的な協定だと思います第一に農産物においてアメリカに特定的な待遇を追求するというまあ権限を与え第二に 牛肉のセーーフガードにおいてても名前だけ残して事実上はこれ無力化すると第三に、アメリカに TPP 参加国に遅れを取らないように、587項目もの農産品を譲り渡す、林産物は除外したというようなことを言ってますけれども、輸入実績のあるキノコ、ハラタケ、マツタケなどは、関税率は即時撤廃だ、関税率10.5%を超えているものを即時撤廃する品目だってあるわけです。 なぜそこまでアメリカを特別扱いするのでしょうか外務大臣茂木外務大臣 <laughs> あの。日米貿易交渉、これはあのまさにです、ね、国益と国益がぶつかり合う、あのおもてなしという言葉はですは、ね、全く想定できないような。 非常にあの厳しいまあ交渉でありましたが、えー、TPP11、そして日油 EPA がすでに発行している、えー、TPP11 が昨年のまあ12月の30日、おそらく誰の想定よりも早く発行して、今年の2月の1日には日油 EPA が発行する、えー、こういった中で、えー、米国、えー他、他国に劣後しない状況、早期に実現したい、えー、こういう米国の立場と、 農林水産品については、過去の経済連携協定の内容が最大限とする日本の立場、この中で最終的な一点が、今回のですね合意となったと考えております。あの日米双方にとって、ウィンウィンの結果だと考えております。まあ、そこの中でご指摘の、農産品に関する特権的な待遇を追求するものへの規定は、将来の交渉において、 米国にそのような意図があるということを単に記載したものでありまして、日本側の義務というのは規定をされてございません。また、えー、牛肉等の政府側と措置が取られた場合に、協議を行うこととされておりますが、これはもちろん、協議の結果を予断するものでありません。さらに、関税率については、TPP 協定ではですね、 当初の発行に遅れて、締約国となった現署名国、今あの入っている11カ国ですね、いや、新規加盟国に対して、締結時点で当初の締約国と同じ関税率を適用すること、このようになっておりまして、今回の米国への対応、まさにこのような対応、 TPP と同様の対応でありまして、TPP を超えるものではなく、米国を特別扱いしている、こういうです、ね、ご指摘は当たらない、このように考えているところであります神智子君あの。いくらそういうふうに言ってもです、ね、多くの国民の皆さんはそう思ってないですよ。また今回もアメリカの圧力に屈したのかなというのが多くの声ですよ。さらにです、ね、国会手続きも従来の,けあの協定とは違うんですよね。 TPP のときは TPP の合意の後に、TPP と関連政策大綱を作って、国内対策を織り込み済みの影響資産という形で公表したで。今回は対抗の改定も行わないまま、影響資産を出しました。ですから、まあ、暫定という名のとおりですね、基上の計算でしかないわけです。国内対策を取るから大丈夫だ、そういう理屈もです、ね、投げ捨ててるわけですよ。です私の北海道あの、ふるさとの北海道で見ると、 これはですさ、ね、ましい影響だと思います、北海道の牛肉の産出額は、えー、1002億円ですけれども、日米貿易協定プラス TPP11、そして日条 EPA、この生産減少額でいうと、合わせると1061億円ですから、北海道の産出額はそのまま飛んでしまうというような中身なわけですよ。なぜですね、これ、政策大綱の改定もやらずにですね、この協定の審議を始めたのか。 それは、来年1月に発行させたいという。アメリカに合わせてですね。国会審議を急いでるってことじゃないんですか？農水大臣、短く答えてください。江藤農林水産大臣、えー。私は交渉の場にいたわけではありませんが、極めて厳しい交渉だったことは、ですね。私も役所に泊まり込みで連絡を取り合ってましたので、よく知っております。しかし、交渉だけするのには、ですね。主目とかタイミングというものがあって、一番有利な条件、こちらにとって。 有意な条件のタイミングを捕まえて合意に達することがベストだと思いますそのタイミングを茂木大臣は正確にと捉えられた結果だと思います上智子君あのアメリカを優遇する態度というのはね、日米関係の特徴だと思うんですよ1991年には牛肉オレンジの自由化がありましたで、牛肉は自由化されてその後はガットウルワイランドを受けて関税を自主的に引き下げてきたで、オレンジの自由化でですね、当時 約13万個あったみかん農家は、5万個まで激減したわけですよ。で、義務でもないのに米をです、ね、77万トン輸入しているで、そのうちの約36万トンはアメリカ枠としても固定化しているわけですね。密約があったんじゃないかということも言われているわけです。TPP 交渉のときは、TPP に入れてもらうために、アメリカの要求に応えて牛肉、自動車、保険、3つの入場料をまず払ったとそしてアメリカが、ね、tpp から離脱すると。 戻ってきてほしいと懇願してですね、日米経済対話では飽き足らないアメリカの要求に屈して、トランプ大統領の再選のお膳立てをするかのように、農産品の市場開放を進め、さらにはその先の第2ラウンドまで受け入れてるわけですよ。トランプ大統領が狙っているのは、日本の医療保険や薬価制度の見直しや、金融や共済、食の安全の規制緩和などです。そこで,ですね食の安全に関わって グリ,グリフォサード、えー、これはあの国際がん研究機関、IARC がですね、おそらく人に発がん性があるというふうに区分している農薬、除草剤です。でこのグリフォサードをかけると、枯れるので収穫が楽になって、乾燥も進むので、収穫の前に散布されています。日本は年間500から600万トンの小麦をアメリカ、カナダから輸入しています。 で農水省は小麦に残留しているグリフォサードを、まあ、検査をしていると、で2018年の検査では、アメリカ産の検出率は98%、カナ,ダのカナダ産は100%と、でえー、小麦にはです、ね、国家貿易と民間貿易がありますけれども、民間貿易というのは検査をしているんでしょうか、これ農水省省か厚労省農林水産省、安保各 厚生労働省生活衛生食品安全審議官、浅沼和成お答えいたします、諸外国から輸入される国家貿易品以外の小麦につきましては、輸入時にマラチオン、メタミドホスといったさまざまな農薬の残留量につきましては、検査を実施しておりますが、グリフォサートについては検査を実施していないところでございます神智子君。それについて把握してないということですよ。 で輸入小麦はですねパンそれから加工食品として流通をしています。検査はま自治事務ということなので検査するかしないかというのは自治体の判断だと聞いています。これ検査率はどうなっているんですか？公表しているんでしょうか？阿佐野真紀監。 お答えいたします小麦および小麦加工品の国内流通品に関する検査につきましては、自治体の事務といたしまして、各地方自治体が監視・指導を実施しているため、その詳細については把握しておりません神智子君。把握してないということなんですけどそれで本当にいいんですか、あの農民連っていうね、あの農業団体ありますけれども、食品分析センターがあるんですが、小麦の小麦粉の製品の検査をしてるんですよ。 で食パン、カップ麺、パスタなどを検査しています。で国内あの、国産の小麦を原料にした食パンからは検出されていないと。で、輸入小麦を使用した食パンからは検出されていると。で、驚いたのはですね、学校給食のパンからも検出されています。コッペパン、食パンからは 0.05ppm から 0.08ppm です。一方で、国産原料を使った食パンからは検出されていないと。で、感受性の強い子どもがですね、 食べて大丈夫なのかっていう意見をよく聞くわけですよ。これね、対応すべきじゃないか、これがまず一つです。二つ聞きますけれども、でもう一つはですね、さらに問題だと思うのは、基準を緩和していることなんですね。先日、我が党の井上聡議員が、外交・防衛委員会で取り上げましたけれども、農薬メーカーの要望に応えて、2017年の12月25日に、輸入穀物におけるグリフォサードの残留基準を、多いものでは100倍以上。 え小麦六倍、トウモロコシ五倍、蕎麦は百五十倍緩和しているわけですよ。食品の検査がまともに行われてないのにね、これ緩和していいんでしょうか。浅沼審議官、えお答えいたします。え我が国におきましては、あ食品中の農薬の残留基準は、え食品を介した摂取の観点から。 食品安全委員会による食品健康影響評価を踏まえまして、農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果や、国際機関でありますコーデックス委員会で定める食品に関する国際基準等に基づき、薬事食品衛生審議会の審議を経て設定しております。現在のグリホサートの残留基準値につきましても、食品安全委員会の食品健康影響評価等の科学的な根拠に基づき、 人の健康を損なわないよう設定していることから、安全性に問題は生じていないと考えておるところでございます上井智子君。そういう答えなんですけどね、いや、平均的な形で数字を言ってるわけなんだけども、平均的な日本人が接種している安全基準だって言うんだけども、だけど、感受性が強い子ども、小さなお子さんもね、そういうことでね、一般的にやっていいんですか、これね、あと私本当に心配だと思いますよ。 この問題について、ね、どうなんですか農水大臣、どうですか。農水大臣あまり知識がなくて申し訳ないんですが、しかし、子どもについてはです、ね、あの非常に感受性の強い子、例えば、そばを食べたらだめだとかですね、そういうことについては十分な配慮をあのしてるはずです。ですから、まあ、この場でこういたしますという答弁は私からできませんが。 あの関係省庁、連絡をもう一回取ってです、ねあの、この2017年の緩和の経緯、まあ、しかし、すべては科学的見地の、まあ、エビデンスの積み重ねによって判断されるものだというふうに思っておりますけれども、こと学校給食ということになるとです、ね、ちょっとステージが違うのかなと思いますので、少し考えさせていただきたいと思います上智子君あの、ね。やっぱり子どもの成長に関わるね、大事な問題ですから。 これは真剣にね、検討しなきゃいけないと思うんですよ。で発がん性の可能性のあるグリフォサードを主成分とする除草剤、グランドアップ、あ、違う、ランドアップですね。この訴訟がです、ね、今、急増してるんですよね。で、今年7月には約1万8000件と言われてましたけれども、今や4万2000件だと報道されています。これ、アメリカですけどもね。で、アメリカ AP 通信は、今月11月25日にメキシコのグリフォサードの農薬の 輸入禁止ということが報道しておりますでメキシコ環境省は、農業用グリフォサードの輸入許可を拒否した、でグリフォサードの深刻な、えー、環境への損害と、不可逆的な健康への被害を引き起こす可能性があるという、信頼できる、えー、推測を前提とすれば、同物質には高い環境リスクがあるというふうに言ってるわけです。それで訴訟の増加、メキシコの動きをどのように認識しているでしょうか。 これ厚労省かなじゃあ、農水大臣、ガー大臣一言ずつお願いします江藤大グリ業サードにつきましてはです、ね、直近では平成28年に食品安全委員会における安全評価が行われたということでございます。薬品としての使用方法を、まあ、遵守すればですね。 健康上の問題はないということになって、まあ、登録をされているということであります。まあ、米国とかで大変訴訟が増えているということは私もあの承知はいたしております。しかし米国や EU でもですね同様の評価がされているということもまた一方訴訟がありながらですね事実だということも申し上げておきたいと思います。このために正しいグリオサートの規制をですね強化することはですねまあ,あのなかなか私の所感ではありませんが難しいのかなと。 まあ先ほど申し上げましたように、科学的ビデンスの蓄積によってまあ判断されなければならない部分もありますので、少し考えさせていただきたいと思います上伊東國君。あの日本でもね、不安があるから、この農民連の分析センターっていうところに、検査依頼が次々来るわけですよ。で不安に目を向けてしっかり対応するのが行政の役割ではないかと思います。でそこでで今年6月ですね トランプ大統領は、バイオ農産物規制の枠組みの現代化という大統領名を交付しました。除草剤、グリフォーサードに対する過剰な規制を洗い出して、アメリカ国内だけでなく、海外でも規制を撤廃することを政府機関に期限を区切って命令していると、まさにです、ね、世界の流れに逆行する動きが今、こうなってるわけです。大統領ににに沿沿っっっててですね例に沿って日本に圧力があったら これきっぱり時をしますか、外務大臣。尾木外務大臣あの6月の11日ですね、えー、と農業、バイオテクノロジーに関して、米国政府としての戦略等を策定します内容の大統領令、トランプ大統領が署名したということを承知をいたしております。 あの内容につきましては、時間も過ぎておりますんで、割愛をさせていただきますが、本件について、その後の米国内の状況については公表されておりません、また、6月といいますと、まさにですね、ライトハイザー通商代表とですね交渉していた時期、真っ盛りでありましたが、この大統領令の話は全く出ておりません神子君。もう答えないですね、出てないいう話じゃなくて、出たら拒否するんですかって聞いたんですよ。 食の安全をないがしろにするような、この日米交渉はやっぱりね、応じるべきでないということを申し上げまして、質問を終わります。